都市国家。都市国家。都市国家は、一つの都市とその周辺地域が、独立した生態や文明として一つとなり、まとまった形態をなす、小国家を表す。明確な要件、定義はないが、現代では、シンガポールやモナコを指す。古代において、都市国家は、国家の、というより、人間社会の最初の形態であった。まず外的。 人間だけでなく、狼や虎などの肉食動物を含むから安全を守るために、人間は集落を形成した。当初は食料を求めて移動生活を送っていたため、集落の規模も最小限であったが、やがて農業や牧畜の発展により一箇所に定住するようになり、集落の規模も大きくなり、都市を形成した。最初に農業を行ったとされる人間は、 古代オリエントのメソポタミア文明におけるシュメール人であり、彼らが最初の都市国家を築いた。都市の中心に神殿を持ち、集落の周りに城壁を築き、城壁外の農地や牧地と共に独立した国を形成していたシュメール文明の都市国家軍がその現象的な形態である。アテナイなどの古代ギリシアの小国家軍や古代ローマ、古代インド、インダス文明、 古代中国、黄河文明、中国語では、国、国や、勇と呼ばれたなど、古代には、世界各地で見られる。初期の都市国家は、都市周辺の農地、牧地において、職を賄う自給体制であったが、隣接する都市国家同士での交易が始まると、交易に専従し、都市生活者の職を賄うのに、十分な農地、牧地を持たない、都市国家も成立した。 人間が都市国家を形成する時代になっても都市国家に参加しない人々もいた。古代中国においてはそういう人々は野人と呼ばれた。一般に都市国家軍の国際関係においては強大な都市国家が弱小な都市国家を従属させたり相互に同盟を結んだりすることで密接な結合を持つようになる傾向がある。こうして形成された都市国家の連合は 古代ギリシアにおいて、アテナイが名手となって加盟する都市国家を従属させたデロス同盟がよく知られている。陰、青州、春秋時代の王や覇者を中心とした秩序もこうしたものであった。アメリカ大陸のマヤ文明書都市もアステカによって統合された。都市国家の連合によるネットワーク型の国際秩序は、時として様々な内的、外的要因により、 領域国家に転換する。都市国家連合が完成すると、都市外部であっても、連合の内部においては、ある程度の序が生まれ、治安が保たれ、都市国家とは、無縁に生活する人々も、都市国家連合の中に組み込まれていくこととなる。地中海世界における、ローマ帝国、イラン高原からメソポタミア、当地中海世界を統治した、アケメレス朝、東アジアにおける、 戦国時代の将、戦国、七尾の統治下の諸国やそれらを統合した、旗、官帝国といったものがそれである。こうした転換の結果、都市国家は単なる地方単位、中国語では、県というになっていった。日本の大和朝廷の成立も、弥生時代の都市国家の連合が、領域国家へ転換したと見ることができる。古代における都市国家が、周辺の農地、 マキチと一体のものであったのに対し、中世におけるヨーロッパの都市国家の多くは、自給自足に足るほどの農地やマキチを持たず、それ以外の産業、具体的には商工業に従事する人口を抱えるようになった。それら都市国家は、領域国家間の交易の仲介や、手工業品の輸出によって成立していた。つまり、領域国家の成立後に、 それら領域国家の存在を前提として都市が国家として独立して生まれたのが中世の都市国家である。一方で周辺の領土や都市外で活動する貴族民、飛び地や海外の植民地を抱える比較的広大な勢力圏を有する都市国家も存在した。ベネツィア共和国などのイタリアの小国家軍、神聖ローマ帝国の帝国都市などが 中世ヨーロッパの都市国家の例として挙げられる。このような都市国家が成立した背景としては、当時のヨーロッパが封建社会で農業経済を前提としていたことから、商工業を基盤とするには、それとは異なる国家機構が必要だったからである。16世紀以降の絶対王政への移行とともに、封建諸侯同様に、都市国家も王権のもとに組み込まれるようになっていったが、 それでも、口述の通り近現代まで存続した場合も多かった。日本における堺や博多なども、ほぼ完全な自治を行っていた点に鑑みると、中世ヨーロッパの都市国家に相当する地域であったと考えられる。ヨーロッパの都市国家が王権のもとに組み込まれていったのと、同様、堺や博多も、織田信長や豊臣秀吉の天下統一事業の過程で、 自治を失った。ヨーロッパの都市国家の多くは、ドイツ統一、イタリア統一運動によって、領域国家の気候の中に組み込まれた、ドイツの場合は、それ以前のナポレオンの占領によって、帝国自由都市としての地位を失っている。それでも第一次世界大戦後には、ダンツ比が国際連盟保護下の都市国家である自、自由市自由都市、ダンツ比となり、 フィルメやバトミも短期間だが自由主とされた。第二次世界大戦後には、トリエステが国際連合の管理下で、都市国家、トリエステ自由地域となることが決まったが、実現しなかった。現代では、シンガポール、モナコ等が挙げられる。アラブ首長国連邦を構成する、首長国も、アブダビ以外の六カ国は極めて強小であり、都市国家に近い存在である。 主権国家ではないが、ドイツ連邦共和国を構成する、連邦州であるハンブルクやブレーメン、中華人民共和国の特別行政区である香港や、マカオ、ギリシャのアトス山において大幅な自治が認められる、アトス自治修道士共和国等も、都市国家に近い存在である。ハンブルク、ブレーメンは、ナポレオンの占領下でも、帝国自由都市の地位を失わなかった歴史を持ち、 自由反座都市という呼称もあり、正式名称も自由反座都市ハンブルク自由反座都市ブレーメンとなっている。なお、連邦州としての自由反座都市ブレーメンはブレーメン市とブレーマーハーフェン市の2都市からなる。また、厳密には都市国家とは言い難いが、面積が強小なジブチ、ナウル、サンマリノも都市国家に準ずる国家であるとみなされる場合もある。 ジブチやサンマリノでは一国がほぼ首都の経済圏となっており、ナウルは小さな一つの島で構成されているだけであるからである。ただし、ジブチやサンマリノでは小さいながらも、首都以外の行政地区も存在する。逆に、ナウルでは、そもそも、都市と呼べるほどの集落が存在しない。バチカンも、都市国家であるが、カトリック教会の総本山であり、他の都市国家とは、 性格が異なる、極めて特別な存在である。また、行政区域としてはともかく、歴史的、地理的、生活圏としては、ローマ史の一部であり、いわば都市国家未満の存在である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。